なんで建物がこんなになって。特に理由はない。てめえ、おい、どうした。随分と先立っているな。みんな死んだってのにその態度は何なんだ。クラマ、倍にして返してやるぜ。一人の術式ではない。え、足見といったところだな。なんだ。どうした、ナルト。この辺りをまだたくさん無縁な人がいる。一旦場所エリアを移ろうか。うざ。それなら渋谷の人間を皆殺しにしてやろう。どうした、嬉しそうだな。おい、知ってるか、女も子供もウジを見ている。つくづく忌まいまし。黙れ。てめえ、一体やりすぎてしまったのを、あいつが言ったこと推測すると彼はここでカカシにあった。やっぱりこれから大事な用があるんでな。に、俺が先に分身を出してよかったぜ。じゃあもう呼び戻して呪力を回復するか。逃げまーす。はあ、待てや。あいつの攻撃を防ぐために全ての呪力を消耗してしまった。最初の一撃で消し飛んでいたな。だからどうという話でもないか。こいつは他の人間より多少頑丈で。教えて。お前なんて生きてる価値はねえよ。そんなに殺して何が楽しいって言うんだ。そうか、なるほど。となると、やつらの血に困るのはこれだろうな。これって。おい、どうした。頑張れ頑張れ。なんだこいつ。いいいいぞ、小僧を人質にする。待てや。アマテラス。ついてこい。誰だ。私、偉そうな男って。だからあのなんちゃらを食わない限りそのなんちゃらは宿らないこと。ああ、つまりナルト。ユウ、ナルト。イタドリ、カカシ先生、さくらちゃん。あら、ナルト、どういうことだってばよ。クイサキは？ののみもいる。こいつらは何者なんですか。その目は片方だけです。ハンコン。なるほど、そうか。お前の中にこんなものがいたとはな。お前が何をしようと、動くな。
どういうことだってばよ。ま、それでは一体何が起こったのかを俺が教えてやる。で、あとはできるだけ早く封印する道具を集めるんだよ。ここでもあいつがいるかのせいがある。